内社川鉄橋、または利業部下橋は、台湾内栗県三義号利業部下村を流れる、台安系水系、影山系の利業部上津湖池関に係かる、台湾鉄路管理局旧山線の鉄橋。内社は、現在の利業部下村を指し、平ら、保属のパゼヘ族がこの地に移住する前に築いていた、集落、騎士社の属性の一つで、大こそに対して当地が内陸にあることから、 内社と呼ばれるようになった。漢族によってその後、万古城と呼ばれるようになり、その後利魚丹となった。別名の利魚丹は、影山系上流、戦後に建設された利魚部深水湖に由来する。旧山線6号トンネルと7号トンネルの間に位置する。1904年に総工費209,653円を投じて建設された。最初期は、 橋脚8本と桁9本で構成され全長は608.7フィートだった。桁はアメリカンブリッジ製もので、上地式級連続ガーダー橋だった。橋脚は当時のセメント技術の不足を考慮し、日本の地震学者大森久吉の耐震指導の下で、橋脚中心部に鉄筋を補強する工法が採用された。新築、台中地震により、 初代橋梁は被災したため古い橋脚の間に、鉄筋コンクリートの橋脚を新設し、新しい橋を架けることになり1938年に完了した。再建のためにまず急遽の軌道を借り復旧し、列車で資材を搬入した。既存の8本の橋脚間に4本の新しい、鉄筋コンクリート製橋脚を築き橋桁を設置した。 川崎車両製の桁町は39メートルの鉱材を用いて垂直材のある上地式四連、平行弦ワーレントラスと生まれ変わった。この時点での数値は全長185.6メートルで、橋面の高さは水面から34.7メートルとなった、戦前のものとしては台湾で唯一現存する上地式トラス橋。古い桁は再建工事完了後に撤去された。 新橋は総督府交通局鉄道部の技師だった坂本敏一が設計を担った。1976年、対中戦電化対応のため最南端の支障部分を23センチ下げるとともに枕木の厚みを調整する工事が行われた。魚富士坊鉄橋とともに戦前の復旧時点で耐震化が進んでいたことで戦後に桁が国産鉱材に置き換えられた。 台湾系鉄橋や大港系鉄橋と異なりへ、軌道化や電化工事の際も小幅な改修にとどまったことで、戦前の姿をほぼ残しており、台湾で現存する唯一の戦前性かつ上自式のレッキトラス橋となっており、先んじて文化資産に登録されたそれらに比しても、価値が見劣りすることはないという意見から2019年に検定戸籍に指定された。1998年の 新山線開通後は廃止されたが、その後インスタグラマーが多数押し寄せるほど観光地として注目されたため、訪問者が軌道から利魚国民小学裏庭、ショートカットし、騒動となる事案が相次いだ。そのため、橋上の軌道内に立ち入れないよう柵が設置されている。2018年に試験営業を2019年7月から、 正式営業を開始した旧山線レールバイクでは東鉄橋を渡ることはできないが手前の6号トンネルまで軌道跡をたどってアクセスできるこの区間に限らないが縦貫線は資材をすべて日本から搬入したため濁港に近い南部とキールン港に近く新潮の軌道インフラを流用できた北部は比較的早く開通した最も難易度が高かったのは 現在の旧山線を含む、苗栗と豊原の間だった。工事は、総督フリンジ台湾鉄道不設部公務課三佐が出張所が担当した。三佐がと放浪間に、軍事促成線として、軽便鉄道と資材運搬線が先に建設されることになり、それらを用いて、日本から持ち込まれた資材が搬入された。軽便鉄道は9キログラムレール。 期間4 9 5ト、mm、ルの伏線で内車側と太安系北岸までの視線があった。2010年の鉄路説で蒸気機関車がリバイバル運転されたのを皮切りに2016年頃までは臨時特別列車が運行されていた。ありがとうございます。